ちは。マトヒデです。今日はちょっとあるものを買いまして、それの紹介をしていきたいと思います。何かと言いますと、今日届いたんですけど、こちら。ご存知ですか？ホリックさん。コンセプトが本気で仕事して、本気で旅して、本気で遊ぶという。なんとも素敵なコンセプト。たまたま SNS で見つけて、これはと思って買ったものがあります。ちょっと開けていきましょう。はい、できました。今回買ったのは、あ、まずね、このすごいかっこいいパンフレット。私は今回買ったのがパックバッグというバッグ。よく旅行とか出張とか旅するときに下着とか洋服とかをまとめますよね。今まで無印良品さんのやつを使ったんですけど、そういうもので何かいいのないかなと思ったときにこれを見つけました。約 50% 衣類を圧縮してくれると。しかもこのショルダーが付いてるんですけど、無料でこのショルダーをつければショルダーバッグにもなるというすごい優れものです。もう一つがタオルですね。ネオペシテマルというもので、まっすぐ乾く、吸水性抜群で、匂いがつきにくい、臭くなりにくい。まあサウナ行ったりジム行ったりとか、旅行中も出張中もこれ1枚で OK みたいなコンセプトが掲げられていて、もうこれはちょっと1枚欲しいと思ってこれも買いました。タオルからちょっと見ていきたいと思います。失礼します。あ、なんかケースもついてます。ポーチ。あ、なんかマイクロファイバーの、ちょっとマイクロファイバー全然薄いな、めちゃめちゃ薄いです。このタグに特殊な消臭剤を使用していて臭くなりにくい。すごくないですか。こんなちょうどいいスポーツタオルぐらいの大きさで、もう水で使ったら水洗ってパッと乾かすときは次の日には乾いてる優れものです。肌触りめちゃめちゃいいです。あずき、ほい。めちゃめちゃいいです。良さそう。まあちょっと使ってないんで分かんないんですけども、これ今度出張のとき持っていきたいと思います。来週出張なので、はい、これがタオルですね。次、パックバッグ。荷物を減らした方が楽しみは増えると書いてあります。 S サイズと L サイズが両方入ってます。こちらです。まあ用途は何でもいいんでしょうけども、うるさいよ、喧嘩しないで。表面が撥水性抜群っていうのがもうすぐ分かるような素材になってますね。チルナイロンコーデュラというコーデュラ素材を使用していて、もう濡れ物も全然入れてくださいねみたいな。そうです、ね、こちらが S、 こちらが L なってます。ねえ、やめて。こちらが 149g で、大体5リットルで、 L が 213g、 まあ軽いですね。で、10リットル入ります。で、何よりもこれを締めるだけで圧縮できる 50%、 それが何よりすごいなと思って購入に至ったわけなんですけれども、実際に僕今この下に来週行く持っていく服、出張にを積んでるんですよ、平積みして。それを入れてってみようかなと思います。ね、こっちと、まあ、裏側も二重になってます。T シャツとかを入れていきます。うん、今んとこ 1,2,3,4,5,6 6枚ですかね。6枚 T シャツが、まあ、すっぽり入ってます。こんな感じで、裏側にちょっとランニングとか私
ちゃったりするかもしれないので、まだ入れていきます。こんな感じですかね。これでもまあまあパンパンです、ね、いやでもかなり入ってますよこれ。合計何枚入ってるんだ、12枚ぐらいで、ナイロンジャケットも入ってるんで、まあもう旅行で言ったら 4、5泊分、 5、6泊は冬で入ってる感じですね。入りました。こっから実はこのグレーのジッパー、こちらを締めていくとチャックで圧縮できると。締めていきます。おっ、これ何してるの。すごい、見てください、かなり薄くなりました。衣類を 50% は圧縮するって書いてあるんですけど、ほぼほぼ半分ぐらいになったんじゃないですかね。片側分ぐらいの厚さになりました。これ1個で全然旅行行けますね、着替えは。でちっちゃい方に下着とか靴下とかを入れればいいかなっていうふうに思います。でここにこういうかけるところがあって、ショルダーになります。あ、つければ濡れたものも平気で入るので、こっち側は濡れたもの、こっち側着替えとか2層で分かれているので、どこにでも気軽にこれだけでも持っていける、バッグにもなるっていう、すごい優れものです。いや想像以上にクオリティ高いです。これ概要欄にこちらのオリックさんのオンラインオフィシャルストア載せておくので、興味ある方はぜひ見てもらえたらいいかと思います。で最後に改めてどれだけ物が入ってたかポン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 出していきたいと思います。これだけ、こんなもう小豆が埋もれるぐらいの物量です。てなことで、今回はそのたまたま SNS で発見してすごく心惹かれたホリックさんの商品の紹介でした。このタオルもすごく良さそうなんで、ぜひ皆さん1枚いかがでしょうか。気になる方は概要欄チェックしてください。以上、商品紹介でした。ご視聴ありがとうございました。